字の車輪は、ロバート・ジョーダン著の長編ファンタジー小説シリーズである、14部で完結している。ジョーダン存命中には、第11部までが刊行されており、第12部、A メモリー・オブ・ライトで完結予定だったが、2007年9月16日に、ジョーダンが成去した。そのため、第12部は、ジョーダンの残した原稿、装甲などをもとに、 ブランドン・サンダースンにより執筆されることとなった。第12部、A メモリー・オブ・ライトは1巻で刊行が予定されて、いたが、執筆者と出版者との合意により3巻に分割して出版することとなり、飛竜来店は2009年10月に、タワーズ・オブ・ミッドナイトは2010年11月に、最終巻、A メモリー・オブ・ライトは2013年1月に出版された。日本では、 早川文庫 FT より刊行されている。翻訳は斉藤白光、後に月岡湖保。表紙及び差し絵は加藤俊明。一巻の本を文庫で分冊されて出版されている。2021年8月時点でシリーズ最後の2巻だけが未役である。本シリーズはヨーロッパ及びアジアの神話から多くの要素を借りており、特にヒンドゥー教と、 仏教から時間の円管性を、道教からは二元論を、そしてキリスト教からは創造神と破壊神の観念を取り入れている。また、レフトルストイの戦争と平和の影響も見られる。本作品の特徴は、その長さ、創造上の世界の詳細、丹念に考えられた魔法の体系、そして登場人物の多さである。第8巻から第14巻までは、 ニューヨークタイムズのベストセラーのハードカバー部門1位に輝いている。世界中でシリーズ累計8000万部を売り上げている。本シリーズの架空の神話においては、かつて創造主として知られる神聖が前回と字の車輪を作り出した。車輪には7つの車軸があり、それぞれが一つの時代に対応する。男性源と女性源に分かれる万物源から流れ出る。 絶対力の下で、車輪は巡る。絶対力を震える者は、異能者と呼ばれる。創造主は、闇王とも呼ばれる敵シャイタンを創造の瞬間に牢に閉じ込めた。だが、伝説の時代あるいは、第二期とも呼ばれる時代に、ある、異能者の実験の結果、闇王の力が、部分的に世界に漏れ出した。闇王は美しく、強力で、野心に溢れた者たちを味方につけ、 彼ら闇の勢力は闇王を牢から解き放とうとした。その引き換えに闇王は力と不死を約束した。だが闇の勢力の中にも闇王を解き放つことは地の車輪の崩壊と存在そのものの否定となると恐れる者もいた。この脅威に対して車輪は光の代表として竜王ルーズセリンテラボンをこの世に生み出した。前回を巻き込む戦争の後、 竜王は、男性、異能者からなる百人部隊を結成して、闇王を牢獄に封じ込めた。だが、闇王が、男性源を汚したため、絶対力を振るう男性たちは狂気に襲われ、世界は、地震と津波によって破壊された。これを、前回崩壊と呼ぶ。この狂気の中で、竜王は、すべての友と親族を殺し、親族殺しのテラモンと呼ばれることになった。 闇王に仕える者の蝶であったイシュマイルによって、束の間正気を取り戻し、竜王は自分が何をしてしまったのかを理解した。悲しみのうちに自らの能力を超えた絶対力を万物源から引き出して自殺を図った。残された男性の異能者は死ぬか万物源から切り離された。世界は姿を変え、人々は故郷を離れることを余儀なくされ、文明は崩壊した。 今や女性だけが万物源から絶対力を引き出すことが可能となった。この女性の異能者たちは暗黒の時代に人々を導き社会を再建した。絶対力を震える男たちはいずれ狂気に陥るために恐怖の的となり竜も呪われた存在となった。女性の異能者の中にはそのような男たちを探し出し、 絶対源から切り離すことを使命とするものが現れた。これは3,500年ほど前の出来事である。その後は文明の攻防を繰り返した。多くの国と文明が交流し、滅亡した。二つの歴史上の出来事がすべての文明に影響を与えた。最初のものはトロローク戦争と呼ばれる。闇の勢力が文明を破壊しようとしたが、異能者に指導された。 国家間の同盟によって集結した。第二のものは、高羽をアートルにより収められた、大陸全体にわたる帝国が崩壊した後の内戦であった。これらの戦争のため、人類は伝説の時代の力と技術を再び手にすることはなく、統一されることもなかった。異能者の権威も数も減じ、あらゆる絶対力を敵視する、光の子のような組織も生まれた。 物語の40年ほど前、マルキア王国が闇との戦いに敗れ、大公敗地に飲み込まれた。また20年ほど前には、アイール戦争が勃発した。西方の王からの地獄に起こった、戦士部族のアイール人たちが国境を越え、西方の王国間の同盟と戦ったものである。突如として、アイール人たちは、アイールアレチに戻ったが、これはアイール人が敗北したとも、 あるいは復讐を果たしたためであるとも言われる。いずれ闇王が牢から自由になり竜王が再来し世界を救うために再び世界を崩壊させるという予言のもとで人々は生きる。シリーズの前日端である新たなる春ではアイール戦争の間に竜王が再来するという予言が成就したことを異能者が発見している。若き日のモイレインを含む異能者たちが 生まれたばかりのその子を闇の手先より先に見つけようと派遣される。20年後、アンドール国のほとんど忘れ去られた一角にあるトゥーリバースでシリーズは始まる。闇の手先がある若者を探していることを密かに知り、異能者、モイレインと、その護衛士ランがエモンズフィールド村に謎の訪問をする。モイレインは、ランドアルソア、マットコーソン、ペリン・アイバラのうち誰が、 竜王の再来なのかを決めかね、三人全員とその友人のエグウェーがルイコールビアを村から連れ出す。村の異例なほど若い賢女であるナイニーブ・アルメアラは後に合流する。男たちはなぜもイレインが二人の女性を伴ったのか、イブカルがやがて二人が異能者の素質を持つことを知る。謎に満ちた銀融詩人、トム・メリリンもまた旅を共にする。 第一部は、旅の一行が闇の手先から逃げて、異能者の都であるタール・バローンへと脱出することを描く。その後は、中心人物たちが、散り散りとなって、闇との戦いのために、個々の使命を追求することになる。闇の勢力に対抗して、西方の諸国を団結させようとするが、その権力を手放そうとしない支配者たちとの圧力を、生み。 またあらゆる予言を信じようとしない、光の子や、高羽をアてテウルの海を渡った子孫である、ショーンちゃん人の帰還によって妨げられる。異能者たちも、前の指導者シーワンサンチを退位させ、新指導者としてライダーを選んだことにより、分裂する。物語が進むにつれ、新たな登場人物が加わり、最後の戦いが避けられないことが明らかになる。 最後の戦いが来ることが予言され、恐れられている。これは闇と光の戦いである。もしも闇が勝てば、地の車輪は壊される。光が勝ったとしても、戦いの結果は、前回の崩壊と並ぶ、大惨事を引き起こすと恐れられている。物語が進むにつれ、ランドアルソアの死が、最後の戦いを避けることになると信じる。者たちや ランドを確保することが戦いを勝つことにつながると信じて彼を捕らえようとする者たちが現れる。闇世代の中にはランドが最後の戦いに姿を現すことが闇王の勝利につながると考えランドの命を守ろうとする者も現れる。少数の人間は万物源から絶対力を引き出すことができる。万物源は男性源と 女性源に分かれ、男性は前者、女性は後者から絶対力を引き出すことができる。女性の異能者はサークルを作り絶対力を強めることができる。だが、男性の異能者の介在なしにはその数は13人に限られる。シリーズの初期においては3500年前に男性源が闇王によって汚されており、これに触れる男性の 異能者は、いずれ狂気に侵され死ぬ運命にあった。このために、女性の異能者たちは彼らを探し出し追い詰めて、万物源から切り離す、飼いならしを行うか、あるいは殺すことになる。2018年10月、アマゾンビデオで、ホイール・オブ・タイムの TV シリーズ化が決定したと発表された。2019年秋には、撮影が開始された。 2021年11月からの配信が予定されている。シーズン1配信前からシーズン2の制作が決定している。ゲイリー・コリンソン、ザホイール・オブ・タイム、ヘディング・ツー・ザ・スモール・スクリーン。フリッカリング・ミス、2016年6月19日、閲覧。ディップトック、アンドリュー、アマゾン・ハズ・グリーン・リット・アン・アダプテーション・オブ、ロバート・ジョーダン・エス・ファンタジー・エピック・ザホイール・オブ・タイム。 ザ・バージ、2018年10月2日閲覧。アマゾン S、ザ・ホイール・オブ・タイム、2プレミアインノーベンバー、シーファーストポスターヒア。ザ・ラップ、2021年7月24日閲覧。ホワイト、ピーター、ザ・ホイール・オブ・タイムリニュード4シーズン2、バイアマゾンアヘッドオブロンチ。デッドラインハリウッド、2021年5月20日、閲覧。ありがとうございます。